みともラジオ、あー、全部君のせいかも。この世界はまるで地獄だね。あー、全部君のせいだ。始まりました、ミートモラジオ。この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、このミートモのお話を聞いて、動いてね、これ大丈夫？番組でございましてね、どんな番組かじゃなくてね、今日は何をしてたかと言いますとね、今日はお昼からどこですか、あれは。忍ばず池の近く、上野ですね。なんとか、音楽堂、なんて読むんですか、あれ。結局なんて読むかわかんないまま、ね、行って帰ってきましたけど、尾崎世界観の日ってことで、行っておりましたよ。忍ばず池。なんていうとこですか？ね、忍ばず池、水上音楽堂ですわ。行ってました。楽しかったですね。すごく雰囲気のいい場所でね。良かったですよ。いろいろ。ガリガリガリクソンが出てまして。あと、浪曲の方もね、出てて。浪曲がね、これが、初めてちゃんと、聞いたというか、見たというか、したんですけども、あれですよ、なんていうんですか、すごく、時間をかけた、投げっぱなしのボケというかね、早く言えよっていうボケ、基本ね、そこで終わんのかいみたいなボケなんですね、あれが。面白かったですね、本当に。ねえ、楽しかったです、ね。で、よいしょ。これね。あっちの T シャツやっぱ買ったよ、やったな。しまった、と思いながら。ね。とりあえず糸。ね。糸。ね。いいよね。なんだろう、これ。いいよね、糸。うん。買ってきまして。あれですよ。あれですよっていうかね、中でね。大丈夫っていう曲があるんですけど、ずーっと遠くまでと、ずーっと遠くまで、これは斉藤和義のあれでしたね。大丈夫。クリープハイプの大丈夫って曲があるんですけど、それがなかなか歌詞が飛んじゃってね、何回も同じところでできないっていう、ことがありましてね。しかもそれが大丈夫っていう曲っていうのがなかなか面白かったですね、何か。で、お客さんがね、歌詞知ってるお客さんが、こう歌詞を教えてあげたりしながらしてる間にというかね、ゲストで出てきた方がこの iPhone で歌詞を見せてね、みたいなことがありまして、すごく、いい雰囲気でしたね。おなんで？あ、こういうことね。どんな曲だ、どんな曲だったかしらね。僕もあまりよく知らなかったんで、よく知らなかったんで、数回しかまだ聞いてなかった。
違う。過去一。大丈夫、あたし今日は暇だから、あんたのそばにいてあげるから。大丈夫、あたしに電話。大丈夫、あたしに電話くれたら。これね、わかった。大丈夫、あたし今日は暇だから、あんたのそばにいてあげるから。大丈夫、あたしに電話くれたら、もっと大事なものあげるから。大丈夫、誰にも言わないから、こんなこと言ってもつまらないから。大丈夫、あたしには話してよ、今日は話さないでいてあげるから。大丈夫、どんなに情けなくても、あんたが歌ってる時はかっこいいから。大丈夫、誰かに騙されても、あたしずっと、ずっと、ずっと信じててあげるから。ああ、辛くてたまらないなら、酒飲んで酔っ払って、そのまま朝になるまで寝てればいいよ。もう大丈夫だから。ね、ああ、難しいな。ね、いい曲じゃないですかね。だからそれ、まあ、ダメだな。今日はまたこれがいっぱい止まる。もしもしね。ね、そこの、どこが、ね、大丈夫、私に電話くれたら出てこなかったですね、いつも。大丈夫、私今日は暇だから、あんたのそばにいてあげるから、この次は大丈夫、私に電話くれたら、もっと大事なものあげるから、ここは出てこなかったね。2、3回、もうちょっとやり直しますからね。ね。ちなみに斉藤和義さんの大丈夫は、ね、ずっと遠くまで見渡せる丘に登ろう、ちょっとだけ増えすぎた想いにも良かったです本当にね、楽しかったね、雰囲気が良かった、そんなところで行きますかね。いい加減録画ができない。待って、なぜこちらでも録画できない。もうそれでもやっちゃうよ。誰だ。空の彼方に踊る影、白い翼の邪魔。ね、あ、そう、言い忘れてました。これ、あのね、メルマ旬報でプレゼントしてたあれですよ。尾崎世界観さんとのコラボ T シャツですよね。これはオンリープレゼントなのでね、この世界に持っている人は、白黒あったんで6名ね、6名プラス僕博士原監督のだから9名ですよね。この世にたった、あ、違う違う、メンバーも持ってますから、13名ね、たったこの世に13枚しかないんですね。あら、今日はどうもこれ撮れませんよ。どうします？
もう、なしなしでいい？これね。取れる？どうも怪しいぞ。ね。もう、終わったら終わったでも、そそくさとやめますから。ね。どうせもう、ミートもなんか誰もやってないでしょ。ね。みんなあの、雑魚臭ばっかやって。ね。あ、誰だー？行きますか。はい。ね。みんなもうほんと、雑魚臭ばっかやっちゃってさ、ミートもなんかやってないでしょ。はい。行きましょう。ね。話聞けるかね？はい。誰？こんばんは。こんばんは。コーダシャーミーです。はい。そういえば、検索が初めて買った音楽は、うん、セガゲームミュージックボル。あー、懐かしいね。セガゲームミュージックボル1つったらね、アウトラウンとか、ね、あの辺が入ってるじゃないですか。何ていうの？スペースハリアとか。ねえ、違うかな？水のセガですね。ちなみに最初に買った CD はバービーボーイズのルート5。俺の対等ボル。いつと勝負だ。ルート5はカセットでも出る今でも。喫水の対等と名。多分似たようなカルチャーを歩んできたんだから。ねえ、持ってましたよ。あの辺は。私もセガ好きでしたから。持ってました。ねえ。Get ready! ね。アフターバーナー。アフターバーナーボル2とかじゃない？ねえ、ありましたね。ユーノミーのニックネームの由来は、うん、宇宙大創造様のお告げ。なんですって。お告げ。なるほど。触れずに置きましょうか。すごい。ねえ、はい。もう、よしとしますかね。はい。ところで、はい、僕はどんな家に住むのが夢でしたって。なるほどね。はい。ああ、このまま。前と同じです。はいはい、同じ同じ。はい。バイバイキーン。あと、あれですよ。ね。いよいよっていうかね。どうも、熱っぽくてね。これは、確実に、昨日、リンちゃんから風邪をもらってきましたね。うん、それはどうでもいい。はい。ね。じゃあ、もう今日はとっとと終わります。寝るというかね。いろいろやらなくちゃ。また、たまには音変えますからね。どれがいい？フランジャーとホールにしてみる？響きすぎる。なるほど。これでいく。あ、はい。ね、明日あれですよ、ドラマ、規則探偵ね、千愛ちゃんが出ますよ。ね、楽しみですね。でってことない。ね、私、本を出しましてね、これを、サイン本を売っとるんで、
ベースというあのサイトで売っておりますので、何卒あの買っていただけると嬉しいございますよ。ね、中身はね、あのいろんなこういうね、あのパーソナルな家紋というやつをやっておりますのでね、ぜひ気になっていない方もね、何卒あの手に取っていただける。大型書店ではあのデザイン系のところね、ビレッジヴァンガードではあのサブカル系のところにも置いてたりなんかしちゃったりなんかしますんでね、はい。あとね、この T シャツ連載もしているメルマ旬報のね、あの T シャツ、こっち黒い方とね、あのフランス団のやつとね、あ、今日のセットあんな感じだったね。赤で、青で赤で白だったんですけどね。世界観の日、ね。過去一でした。大丈夫、大丈夫。え？あ、そんなこと、ところですか。ね。またほら止まってんじゃん。じゃあ、あの、本をよろしくお願いしますね、本当に。ね。デザフェス27、8、6、7?7、8やね。ブースナンバー D の358ですわ。ね。それの準備をしなくちゃいけないからあるしね。よろしくお願いしますという感じでね。それも歌詞に織り込みましょうかね。家紋の書籍を買ってください。家紋の書籍を買ってください。 Amazon の検索窓で家紋と入れるだけで一番上に出てくるよ。体専門家と検索してみても、一番上に出てくるよ。 Amazon の検索窓で検索をして、アートに放り込んで買ってください。画面の書籍を買ってください。デザフェスのブースナンバー358、デザインフェスタは両日出ているよ。誰か来てくれないか。杉岡緑さんはスノーグッズで同じブースに出ているよ。デザインフェスタに足を運んで、書籍購入してください。デザインフェスタに来てください。ブースのナンバー D の358。合ってる358だよね、多分。うん、多分ね。何卒よろしくお願いしますね。なかなか楽しいことになりますよ。杉岡さんと一緒に、ブースを出しますのでね。ね、お相撲とパモンとね、和の好きな人、外国人の方、宇宙人、地底人ね。など来ていただければと思いますよ。ねー。